川西康幸は、日本の建築家、デザイナーである。1976年奈良県四季郡川、西町生まれ。10代の頃水戸岡英治のパース画に魅上される。1999年千葉、大学工学部建築学科を卒業後、2001年に、同大学大学院自然科学、研究科デザイン科学博士前期課程を修了し、デンマーク王立芸術アカデミー。 建築学科招待学生となり終了。その後オランダ・アムステルダムの建築設計事務所で働き始め、その傍ら、2002年12月に栗田義弘と共に同地で建築家チームネクストステーションズを設立する。その後、日本の鉄道デザインを改革したいとの思いから、2005年から文化庁新進芸術家派遣制度により、 フランス国鉄交通拠点整備研究所に入所。LGV 東ヨーロッパ線開業に伴う、ランス周辺の整備計画を担当するチームに配属される。帰国後、2007年から株式会社クリオ総合計画事務所、2010年から株式会社エナジーラボで勤務。2014年11月7日付で、自らが 代表取締役を務める株式会社一番線を設立した。同社は課題整理建築設計事業運営情報、発信をトータルにデザインする企業、特に公共交通、医療、福祉、生活、地域の未来を始めると自身を位置づけており、設計、デザインのみならず、企画段階から完成後の運営計画までを事業主、そのスタッフ、 地域住民と共に考えながら一体的、総合的にデザインする事業を行っている。社名は、鉄道の駅舎があるプラットフォームを意味する。命名の理由は、そこが、人々の交流と物資の移動の中心部であったこと、かつて、とにかく街のあらゆる機能が、駅舎がある一番線に凝縮されていたこと、である。ネクストステーションズ及び、一番線としての作品も含む、 詳細、受賞については各項目も参照。ありがとうございます。